じゃあこの山に何が変わるのかってのはさ、この時超えてなんだ、まあ、グレートノームって人に会って、なんかそのなんだビッグイービルを倒す手がかりを得ることができるんじゃないかって、こいつは昔さ、今のこの貧弱な状態なメンバーで勝つことができるんだろうか、ちょっと俺に勝つってからね、このこの山を越えることができるんだろうか、ちょっと俺には分かんないけど、もう行くしかないよね。まあ、これはね、まあ、この紙のバババってやると、まあ、大天合波っていう、まあ、前回手に入れたものを使って、まあなんだうまくかわしましょう。トイズミスト、トイズミストってやつ覚えたのかな、レベル、レベルじゃねえ、あの、まあ、マッチョ、マッチョじゃねえ、地上うるついてる、うるついったらさ、はい、そこ、いいよかな、ね、ああ、早くかかってもいいや、やめろや、もういいね、毒か、おー、ナイスじゃん、これ、素晴らしいじゃん、はい、ガードで止めた、締めはガードですね。ここはね、この山は結構地味にいろんないいアイテム落ちてるんですよ。だからちょっとね、これは、どうなったっけ、だから結構地味にいいアイテム落ちてるから、拾った方がいいんじゃないかなっていければ、と、ほら、予感。さっきからなんかパソコンを強制修理するんだけどさ、なんかこれさ、もう俺のパソコンはダメかもしれない。てか、これがあれか、もしかしたら雨のせいかな、この、なんか グラフィック的ななんか、まあ、結構もしかしたら、それで、ちょっと、負荷が半端ねえのかもしれないね、意外と。見た目以上に。どれだっけ？クイック。まあ、これ結構、アイテム回復したいんだけどね、ちゃんと。どうしようかな。画質下げるか、ちょっと。ちょっと先に、人工日照が来たすようだったら、ちょっと画質下げるかもしれないです。まあ、これで体力上げできる。敵が出るから。敵が出るってのがね、問題なんですよ。勘弁してほしいですよ、ね。なかなかね、ちょっと怖いですね、この。この山ちょっと怖いよ、なんか。よし、これダメだったら俺もちょっとしばらくね、パソコンね、若干もう放置するからね、私はもう。まったく、しょうがねえ。まったくよ。もう、怖えぞ、ちょっとなんか。俺はね、もうダメかもしれない。俺ちょっともうこれでもうちょっとね、ダメだったらね、なんだもう休憩するかもしれない、ちょっと。はい、お疲れ様です。お疲れちゃんです。この時のコート、多分これいらねえな。あー、もう一気にテンションが肩下がりになっちまったぜ。なんかもうパソコンの頭いかれてます。ガンガン行きましょうか。あー、今多少安定してきてるな、なんか横側に。よっしゃ、やるか。ちょっと待てよ、俺もちょっと来なきゃ。ああ、危ない、びっくりした。もうちょっと俺も休憩するから、もうこうちょっと終わったら、もうちょっとね、これってかもう、ちょっと何も、途中でも、俺もだって、もう疲れてきたもんだ。よっしゃ、やるとしましょうか。ちょっとね、もう昨日、こっから、なんだ、まあ、昨日の続きというか、まあ、なんだろう、ちょっとね、あまりでもさっき、先ほどまで凄まじかったんで、パソコンの調子がいろんなものが、お前の裏面をね、どいてくれ、とりあえず近づけてどいてもらうまでよ。その場でお前倒さないプリンプリザマンではいけないのか。なんとおけのプリンを使わず、私赤ん坊の血をさらったので。オーケー、This guy took away Tokyo fancy was a child like 1 year old from her grandmother and now we have to fight him。 そんな感じで、さっき何言ったっけ。そう、とりあえず今だいぶ、まあ、調子は良くなってきたんじゃないかなと。まあ一旦、まあ、なんだろう、あまりにもなんか不調だったんでね、パソコンだからなんかいろんな物体のなんか、まあ、一回まあ時を置いて、なんだろう、まあ、時を置いてね、ちょっとね、まあ、やり直しというか、まあ、一日置いてやってるんで、今なんか結構そこそこいい感じなんじゃないか、知らんけど。つかやべえな、困ったな。ういうい。やめて、だやられてもだ、なんてこったら、うまいんだな。
活させる手立てはあるかい？バーティカルね、やってみるか。はい、はい、やばった。まあ普通に当たる勝てるだろうと思うんだが、どうかね。ミス、ミスね。そう、これミスしやすいんですよこれ。あ、間違えた。まあいいや。まあちょっと昼飯食って、今昼休み中なんで、もう若干ね、なんだろう、まあ眠いというか、とてもまったりした感じで、そう、これ攻撃力2倍なんだけれども、ミスしやすいんですよ、めちゃくちゃ。もう外したね。お前も外しやがった。まあ、ひたすらね、ガローに頼るしかないかもしれない。はいはい。はいはい。ツインクロー。どうだい？まだ倒れない。なかなかしぶといね。ちょっとよ。なんかできないかい？うい、うい、な、うお、ちょ、クレイジー、マジか、ちょっとまいったな、この二人じゃなきゃいけないのか、ちょっと待って、ちょっと待って、何か回復できるやつ、アゲインドロップ、すべて回復、あー、でも使ってもな、なんかどうせやられそうだしな、まさか。やるしかない。お前一人やれ。なんてこったい、なんてこったい。まさか。うわー、つか。はい。回復しつつの、こんなに食らってっからな。マジか、こんな接戦になると思わなかった。倒せ、早く。うわー、つか。バイトリーでちょっと待てよ、こんなことになるんだよ、全く予測しとらんかった。あー、やれやれ、おーし、よし、危ねー、危なすぎんだろこれは。こいつもなかなかのあれだな、強敵だったな。これでブリザーだね、ずいぶんなんか軽いな、ハートマークもつけちゃった。見たか、まあまあ、お前助かったよ、まあ、だから時矢さんもずいぶん流れの復讐を果たすとなかったんだけど、ずいぶん軽い感じで終わってしまったな。もっとなんか情緒的な、なんかいい感じのセリフが聞けると思ったんだけど、ふっ。ちょっとね、やばいねこれは。なんなんだろう、カットしてやってるからなのかな。なんかね、すごい相性が悪いんですよ。なんか相性が悪いっていうか、なんかバトル入った瞬間にもうカットしちゃってるんで、で、それカット、で、カット終わり、なんだ、カットバトル終わりカットでやってるからさ、なんていうのかな、間違えた、あー、間違っちゃった、あー、逃げます、なんだろう、と今こうやって普通にやってるからなんか、大丈夫だけどさ、なんかに相性が悪いのかな、この場所と。雨が降りまくってるかせいか知らないけどさ、でもこうやって普通にやってる分には、なんか、なんだろう、普通にやってる分にはさ、全然問題ないじゃないですか。なんかそっか、すごいひどいんですよ。なんか相手も回収したいんだよね。そう、回収したいんだけどさ、結構いいのがこの場所。ちょっと参っちゃったね。どうすればいいんだよこれは。カットしたいんだけど、カットしたいんだけどさ、でそのさ、バトルも戦いたいんだけどさ、あの人たちのレベル上げたいからさ、左と右の二人をさ、しょうがねえな。じゃあしょうがない。ちょっとね、いろいろ考えたんですよ、昨日ちょっと。どうしようかなと思って。うわぁ。まあ、どうしようかなと考えてさ、でこれもちょっとさ、カットしたいんだけどさ、この今やってるのもさ、なんだろう。マイク音声をなくせば、多少は軽くなるのかなと思ってました、ね、もうこのダンジョンに限ってはちょっと俺普通のプレイ動画にしようかなと思ったんですよ。まあ、そしたらよ、多少はなんだ動きも軽くなっていい感じなんじゃないかなと思ってると思ったんだけど、まったくよ、なかなかね、困っちゃうね、困っちゃうんで本当に。これだ
垂れ流し動画になっちまうんだけど、俺あんま垂れ流し動画好きじゃないんだけど、あとちょっとで抜けるんだ、あとちょっとで、あとちょっと、もう結構、もうコアまで来てんだよ、もう。だいぶコアまで来てるから、ね。でもちょっと、まあ慎重にやってるけどさ。ここで、ああ、こうやらせた。ああ、よかった。ああ、ここはあれだな。ああ、よし、これで最後だ。やっとここまで抜けたか。何分やったんだろう。あんまそんなでも。まだ6分ぐらいか。まあよかった、やっぱガロ連れてきて。だってガロめっちゃいいもん。だってあの雑魚掃除にもすごい使えるからね。でこの今ゲールクロってやつ覚えたからさ、これでもスパ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 ってやるっていうさ。あー、スターナイフ別にいらんかったな。まあ多分大丈夫だろうと願いたいけど、大丈夫かこれ。あー、やっと抜けたわ。もうここ悪魔のようだ。もう二度とあんなとこ、もうあんなとこ絶対行かねえわ。あんなもう、あんな恐ろしいとこ。あー、マジもうな、あれは悪魔の場所だったわ。なんであんなになんか凄まじかったな。てかもう、これちょっと、続かなきゃいいんだけど、これ。今この状態が。大丈夫かな？結構なんか今ビリビリいってんだよ、なんかもうすでにこれ。The reason why we are here is to find someone very important and he can help us to see the evil from the beginning. あ、ここだ、やっと来れた。And here is the pixies we saved last time or a long time ago. いやな、会いたかったわ。ずっと探したの。私を助けてくれたんだよ。グラスノブさんにお挨拶しなさい。お久しぶりです。実は皆さん、お元気でしたか？バカたる元気どうか、この足の姿見ればわかるじゃろう。これでも猿の看病のおかげでやっとここまで回復したのじゃ。さすがの足も余計に金買ったということじゃな。わしも年かなの、ご復興。なんのようじゃ。はい。今、どの時のことを話した。そうだの。雪はどかせん。北の愛様の村に行け、薬を取ってきてくれ。ほうほう。はい、じゃあ休みましょう。命がけ。で、ここでも発見すると。なんかめちゃくちゃビリビリってんな。何なんだこれは。もうちょっとね、不安だね、なんかいろいろ。ガス下げるかな、もう。それで治るんだったらいいけど、治るんだったらいいけど、治んねんだったら俺はもうショックでしょうがねえ。なんかもう、あの山からなんかおかしくなってきたな、いろいろ。じゃあ装備。はい。なし。これか？なし。はい。あ、よし。はい。バードしかなかったね。バードさんしかなかったいいやつ。なんだ、装備できるやつはなかったっつうことで。北のアイスマンに行ってなんで薬を取ってこようかっていうことっすね。ちょっと待って、じゃあちょっと新しい方法でちょっとやってみましょうか。これで俺が負けるか、それともこのゲームに潰されるのか、俺が勝つか。バトルやったっけ、わかんない。ちょっとなんか葛藤していいのかわかんない。まあいや、多分新しいだろこいつらは。だがちょっとやべえな、これゲールクロゲーになりそうだな。ちょっとそれはちょっとなんか、雑魚掃除がいいんだけどな。どうかな。失礼。あったあったあった。なんか怖いんだよ、なんかちゃんと、なんだろう、プレイでき、せめて安心してプレイできる環境を俺は欲しいぞ。ああ、でも今フルスクリーンにしてやっ、それすぎて、だいぶ、なんて、でかくしてやってんだけど、まあ、多少いい感じだな。どうなんだろう。わかんねえけどさ。たら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 ーん。ああ、ね、そして、行きましょう。なんか、あれ？何なんだろう。何がいけねえんだろうな。次は誰かな。
新しい敵ができたね。敵がまだ気づいてない。ああ、普通にやろう。こっちが敵エルクロブしかますね。なんかちょっとね、ラグが、ラグがかなくする気がするな。はい、ポン。ちょっとこの、多分パート13かな？このエピソードに関してちょっと、なんだ、安定しないな。ちょっと、どうなるかわかんないな。YouTube にアップしてから、怪奇現象どうにかしてくれ。俺はもう不安、なかなかな、不安でな。いい感じだ、ゲームがし、いや違う、俺はな、素晴らしい感じでゲームがしたいんだよ、俺は。だろ？ゲームってのは安心してるもんなんだよ。あ、でもあれだ、なんか、とりあえずあの USB のさ、あ、なんだ。なんていうの、大容量。ハードリ、まあ、ハードディスクみたいなのあるんだけど、まあ、それ繋げてやったらなんか、それ繋げ、今外したんだけど、それやったら今なんか普通に今とか安定してるな。でも弱いな、こいつら。58で。やられるか。全部で裏がったね、ガロさんも。ガロが今トップクラスだな。満腹シール。満腹シール。ああ、とりあえず今のところいい感じだね。ちょっとこれは様子見だな。ちょっと待って。全然今動画上げてないからな。実際にその上げてから見たかったけど、どうなるかがちょっとわからないよ。上げるか、もうガンガン上げちゃおうか、ちょっと。寝てる間になんか全部自動でもガーってやることができれば。できればいいんだけどね。なかなかね。なかなかそれは難しいですよね。今んとこ安定してるな。今んとこ安定してるけどな。行こうか。なんだと？待って待って、デイクランで出来上がりってんだ。ガーラさんの剣法がある限り復活したときこそ、すなわちお前の最後の強度よ。オーラの威力、これは大変です。指が入ってるわ、この玉。オーラの玉で偉そうな名前がついてる割には、この玉って脆いじゃない。脆いですね。ああ、旗がもう。すぐ何もかも ぶち壊れてしまうかのようだな。俺の心もハートブレイクしそうだぜ。このパソコンとキャプチャーソフトといろんな恐ろしいこの雪景色と全てのクリスマスとかいろんな悲しい出来事とか相まって私の心もぐちゃぐちゃよ。どこだっけ、ここかな。どうだったかな、裏かな。あったあった。発見いたしましたよと。はい、まあ、分かってますね。はいはい、はーい。ホットカイロ持ってやるよ。あれ、ホットカイロ俺持ってなかったっけ。買ってなかったか。マジかよ。ちょっと待て、龍の翼。はい、ちょんちょんちょん。To recover the big guy's condition, and we have to have something to make that medicine. And they are doing something crazy, and I must have something I need, but it seems to be fine. Didn't I bring it?持ってきてなかった。嘘つけ。俺か。マジかよ。ちょ、また戻んのいいねじゃねえか、つくしょ。戻ってきましたよ、私は。やっと音が出てねえだね。もうスーッとって街にあったぜ。よし、これで OK。ダメだ、もう。あんた脅しておるんだ。私から来ますよ。私から行きますよ。ちょ、ニヤニヤしてんな、なんか顔がよ。で、こと真ん中のやつはちょっといやらしい顔してんな。なんかちょっとおっさんみたいな。で、またその隣のやつはいやらしい顔してると。とりあえずこれで OK だな。だろ？多分。これを持ってグレードのとこ行きなさい。でも、人の食い残しみてぇな。人の薬。なんかすごい真面目なやつだな、バードは。皆さん本当のお母さん、お気の毒ね。
It looks strange な、バードウィーカーとメイビスン。フィールドを手に入れた。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。はい。And with this medicine, we can come back here and recover this guy. はい、持ってきたよ。あれ？ちょっと待って。これか？はい。これかな？はい、どうぞ。ありがとう、ちょっと待っておれ。いいけど、どうして作っちゃおう。で、これを使うと素晴らしいものがあるのかい。奥さんのあたりの後でこれを使うと雪が消えるじゃろうな。そのついで行きたい、やりたいが、この体は無理だ。はい。And we got something from him, and we can use it later on. Very soon, I think. そして、じゃあ西の方に行きましょうか。このメンバーで行こうか。どうしよっかな。行こうか。全変な人たちがいっぱいいるから、もうこの辺、もうしょうがない、もうこのエピソード、恐ろしいエピソードってことにしといてくれ。暗黒系エピソードだな、これは。まったくよ。そして、さらに突き進むと、どこだった？こっちか。よし。今日は7月1日で、カナディアンデーでございます。カナダの日でございます。今日は何かね、イベントがある。こんな感じでよ、行くからよ。じゃあここだな。よし、やっとここまで来たか。秘密の地下道、はい、ここを使いましょう。 And we got this one. I got from the big guy. はい、じゃあ What's up here? Find the next time. Thanks for watching. じゃあまたお会いいたしましょう。